エビバリシゲラベイベーアローハー。今日の今県ハワイワイキノシュア波情報のコーナーです。はい、今日もですね、このシェラトンワイキのインフィニティプールの夕日サンセットから始めてみました。今日すっごい綺麗なんですよね。はい、それ皆さんに見せたいなと思ってここから始めてます。はい、でね、今日土曜日の、夕方の、ラムファイヤー、今もうちょうどねライブミュージック音が流れたりしてますね。はい、でここシェラトンワイキに滞在している方、音楽ガンガン鳴らしますね。はい、ということでここからまた今県スポット通ってじゃなくて今県ロード通ってワイキビーチ出てみましょう。いやいや今日も燃えてるぜ。はいはい、こんな感じです。っごいやっぱここ綺麗ですよね。はい、それでですね、ここラムファイヤーも、壁が黄色くなるぐらいもうサンセット来てます。はい、それから昨日走って疲れたんで今日歩いてます今県ロードなんですけど、はい、How are you? Good, 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 thank you, thank you. はい、こんにちは。OK, OK, go ahead, go ahead. OK, great. Thank you. Oh yeah, thank you so much, thank you so much. はい、ということでね。観光客の人はやっぱりこうダイヤモンドヘッドをバックに撮るの定番ですよね。皆さんもそうだったでしょう。ここで写真結構撮りましたよね。はい、ということで、今日もね、お今日はなんか撮影してんじゃん、レクバン持って。モデルさんですかね。すごいすごい、そういう光景も撮れちゃう。今日今県ハワイ、持ってますね。はいおー、どんな感じなんですかね。レフ板の上司がなんか結構イケメンだな。カメラマン、はいはいということで、いいね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 。はい、しばらく撮ってますか。はい、ということで、防波堤には相変わらずの人、昨日よりはいないか。はい、すごい、やっぱこのサンセット越しにこうやって撮ってるのすごいよな。なるほど。はい、ハワイね、撮影の光景今までいっぱいいろんなところで見れたんですけどね。はい、最近はハワイでの撮影は、まあ、もうほとんどないのかな。はい、ということで、ワイキビーチ行ってみましょう。はい、じゃあ後ほど。はい、今県です。戻ってきました。はい、今日もねアウトリガーワイキホテルのデュークスワイキ、ここでねライブバンドを今日やってるかなと思ったら片付けてますね今日はね片付けて帰るとこだね。はい、ということで、ここでのライブミュージック聞きそびれましたね。はい、ただ、土曜日のね夕方なんですごい人かなと思ったらなんかちょっと寂しい感じしますよね。いつもの土曜日のここだったらすっごい人いる感じするじゃないですか。はい、ちょっと寂しい感じしますね。はいで、皆さん、ずっと言ってませんでしたが、今日2021年2月の20日土曜日、すごいなんか2がいっぱい並んでる日です。はい、でここね今サンセットもうすぐ落ちますね。はい、じゃあまた波打ち際歩きながらいろいろ行きましょう。はい、ですごいすごい、なんかいいねこれ、なんかねかっこいいね。はい、今日の波のサイズなんですけども、あ忘れてた、ごめんなさい、戻っていいですか。はい、今日の天気こんな感じです。はい、青空に小さい雲、筋みたいな雲、なんだろうこの細かい雲を浮かんでて、こんな感じの空です。いや、大画面で見ていただいてる方、すごいいい感じに今空見えてるかな。あと、外部スピーカーでってなんかすごいね、そこもコメントもらってたね。はい、潮騒の音どうでしょう。まあ逆に言うとね、潮騒の音に乗っかった今県の音も外部スピーカーで聞いてくれるってことはなんか今県的にはね、それはそれでいいことなのかなと思ったりしてますよ。はい、じゃあね皆さん行きましょう。はい、天気に一喜一憂されるわけではなく、持つべきものはポジティブマインド、そして見るべきものは毎日の今県ハワイ、略してせーの持つポジ見る今。はい、このね合言葉を、今県ハワイ T シャツ着ながら画面見てる人、もうありがとう。はい、ダイヤモンドヘッドの方に向かって地球4分の3周してお礼言います、ペコリ。はい、じゃあこっち側にちょっと歩きながら行こうかな。はい、で今日の波のサイズなんですけど、いやいやちょうどね結構いいんですよ、サンドバーね。今日ね夕方3時半を一回波チェックしに来たんですけど、結構よくて、今ねサンセットサーフだいたいね桃ぐらいのサイズ入ってますね。でアウトラインナップにはどうなんだろう、25人ぐらいかな。なんで本当は今系も入ろうかなと思ったんですけど、なんとですねハワイ在住のサーファーちょっとテンション上がりますよ。明日波のサイズ上がるんですよ。波のサイズ223、ももから腰の予報です。なんで明日入ろうかなと思って、今県今日もやめました。はい、まだねほら喉ちょっとあれで本調子じゃないんで、はいということで、皆さんこんな感じのワイキキビーチです。まもなく沈むね。はい、じゃあちょっとこのまま行こうか。はい、でね今日ね風なんですけどちょっとね強くてね、ほら結構揺れてる、そうでもないかな。ワイキキのね唐川通り街中に行くと結構風揺れて、ワイキキのヤシの木ヤシの木揺れてんですよ。ヤシの実ジュースの話題思い出しちゃった。はい、ということでボールも飛び交うワイキキビーチ。はい、それで今日なんですけどノッショーね波のサイズちょっと下がりましたね。サンセットビーチパイプラインともに3-4、3-4ですから 1m ちょっとの波サイズダウンしてます。はい、ということでサンセットもうすぐ落ちるかな。はい、でね先ほども言いましたけどハワイ在住のサーファー明日の波情報ね上がりますよ。で朝のロータイが8時38分、昼の配帯が12時3分、夕方のロータイが5時23分なんで、それで明日ね、明日も潮位、配帯とロータイの差がほとんどないんで、波のいい時間というか、まあね、昼間、太陽ガンガン照ってる時に入ったら、明日のワイキキビーチ、気持ちいいんじゃないかな。はい、明日もね、雲ね、少なそうなんで、サンセットサーフでもいいですけどね。はい、てな感じで、それじゃあ、サンセットもうすぐ落ちるかもしれないんで、このまま固定いきましょう。あれ始まった？ミュージック帰る途中じゃないんだ、準備したのかな。あ、違った、マイタイバーの方の音楽だ、ロイヤルハワイアンの。すごいなあ、ここまで聞こえるんだ。はい、じゃあそろそろ落ちます。はい、それじゃあ、昨日のね動画の今コメ返し、コメント言ってましょうか。はい、今県がコメント返します。今コメ返し、ここでいきましょう。ね昨日なんですけど、マイタイバーのコメント結構入りましたね。でマイタイバーのお酒、今県的にマイタイバーのマイタイすっごいお酒濃いっていう話したら、結構いろんな人がね、あそうなんだって感じのコメントたくさん入ってよかったです。はい、ただマイタイバーでのもやっぱマイタイね、ほんとね夕方のこのサンセットタイムダウンタイムの時に飲んだらいいですね。はい、それから、昨日ダダー麺を期待してたっていう方何名かいらっしゃいましたけども、いやー、本当ね、ハワイのあるある天気予報ね、佐藤さんも書いてましたけど、結構天気予報あるあるね。はい、けど、やっぱりこういう天気がやっぱ一番ハワイいいね。はい、それから、いやー、昨日も飛び交うお見舞いコメント、ノーベルマンさん、具合はいかがですか。はい、サンセット落ちましたよ。はい、じゃあこっちが行ってみましょう。はい、ノーベルマンさんね、素晴らしいコメント実はもらったんですよ、皆さん。2月18日のね波情報動画にね10何件も連なってるノーブルマンさんのお見舞いコメント言霊のところ、一番最後にノーブルマンさんが今日、入れたコメントありますんで、皆さん後でそこ行って見直してみてください。でノーブルマンさんから素晴らしい言葉いただいてます。なんでちょっとこれは読んだ方がいいなと思うんで読ませていただきますね。はい、ということで、じゃあですね、なんかこう、フォトジェニックなんで、この2人撮りながらいきましょうか。はい、ノーベルマンさんコメント、これ素晴らしいです。皆さんのあったかい心が玄関の空に届いてっていうのは、ノーベルマンさん、北海道の方なんで、はい、まあ、寒いんですね。で、今回は素晴らしい人間に出会うのではなく、人間の素晴らしさに出会った瞬間でした。すごいね、ほんとジョジョ的な方ですよね。いいコメントです。そして今県さん、奥今県さんの発展とファミリーの皆さんのご健康を心よりお祈り申し上げます。マハロ、素晴らしい。はい、バニヤンツリーに向かって、素晴らしい皆さんの健康を祝うじゃなくて祈りましょう。はい、でこれね、いやいや本当ね、素晴らしい人間ではなく人間の素晴らしさに出会ったって本当名言ですね。これはね、もう関口さん、今県ファミリー5、6にまたまた追加よろしくお願いいたします。ペコリ。はい、それではですね、大事な連絡が事項があります。はい、大人気の今県ハワイ T シャツなんですが、ご発注いただきました方、そろそろね、お手元に届いててね、届きましたって今県にね、すごいメッセージくださる方多いんですよ。いやー、やっぱり今県ハワイ公式 LINE やってて、ダイレクトに連絡取れるようにしといてよかったな。はい、でそこにですね、写真を送ってくださった方大変多くて、すごい皆さんなかなかね、いい感じで写真撮れてるんですよ。なんで今日から今県ハワイの、インスタアカウント、インスタにその写真をアップしていきたいなと思ってます。はい、なので、今日ね、概要欄に今県ハワイの、インスタのアカウントを一番上の方に貼っときますので、まだフォローしてない方ね、ぜひぜひフォローしていただいて、そのね、今県ハワイ T シャツっていう今日からタグを作りましたから、それで、皆さん、見てみてください。はい、ということで、インスタの方の、反応も反響もお待ちしてますよ。はい、それで、いやこれが一番大事なことだったかな。はい、じゃあ波打ち際のしずる感のあるような撮影で、頭なんかこっちの方がいいか。はい、撮りながら、はい、しっとりとちょっと語りましょうかね。はい、皆さん、日本の生活ぶり、それからお仕事の状況、いかがでしょうか。ハワイはこうやってたくさんアメリカ本土からの観光客の方、戻ってきてはおりますが、まだまだ経済的にハワイつらいです。はい、そんな状況続いているので、はい、今県もつらいですけどね、こうやって辛くても元気な笑い声で笑い飛ばしてポジティブに生きていきましょうっていうのをいつも言ってますけど、本当そうですね。はい、なんでサビの部分だけいきます。ガッツだぜ、これだけなんで皆さんもね、持ちポジミルイマ、そしてガッツだぜって感じで、頑張って生きていきましょう。はい、ということで、最後ちょっとしっとり皆さんに語っていましたが、いやいや今日の空も素晴らしいね。やっぱりハワイ、こういうの見れるからすごいよ。本当気持ちの持ちようですね、皆さん。ということで、もちろんね、今県ハワイ応援の方お待ちしてます。はい、今県的にはこれを見ている皆さんが T シャツ着ながら今県と同じような気分を味わいながら、時間の共有してくれたら嬉しいな。はい、ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。はい、今日のワイキビーチの様子です。はい、それじゃあ今日この雲かな、この雲すごいよね。あ、こっち側か。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. Mahalo, Shigena baby. Have a nice weekend. Beautiful Sunday. Yay. Thank you. Bye. See you tomorrow.